6つのナポレオン。スコットランドヤードのレストレード氏が、夕方にちょっと私たちのところを覗くのは、あまり珍しいことではなく、その訪問をホームズも歓迎していた。それによって警察本部で行われていることすべてに通じていられるからである。 レストレードのもたらす情報の見返りに、ホームズはいつも喜んで、刑事の取りかかっている事件の詳細に注意深く耳を傾け、時には積極的に干渉することなく、彼自身の広い知識や経験から引き出したヒントや示唆を与えることもできた。この日の夕方、レストレードは天気や新聞のことを話していた。それから彼は黙り込み、 物思いに沈んで、葉巻を吹かし続けていた。ホームズは鋭い目で彼を見た。何か変わったことがあるのかなと彼は尋ねた。ああ、い,いえ、ホームズさん。それほど格別なことは。では、それを話してくれたまえレストレードは笑った。やれやれ、ホームズさん。気がかりなことがあるのを否定しても何にもなりませんね。 それでもこんな馬鹿げた事件であなたを煩わすのはためらわれますな。他方、些細なこととはいえ、確かに風変わりですし、あなたが普通でないことなら何でもお好きだということを知っていますしね。しかし、私の考えではこれは我々の、というより、ワトソン博士のご専門ですな。病気かい狂気ですね。とにかくそれも風変わりな狂気です。 今の時代に生きている者がナポレオンを憎むあまり、その像と見れば壊してしまうなんて考えられますかホームズは深々と椅子にかけた。僕が手を出すことじゃないね、と彼は言った。その通りです。私もそう言っているんです。とは言っても、自分のものでない像を壊すために野党を働くとなると、それはドクターを離れて警官のものになります。 ホームズは再び座り直した。野党それはいくらか面白い。詳細を聞かせてもらおうか。レストレードは職務上の手帳を取り出し、ページを送って記憶を新たにした。第一の事件は4日前に報告されました。と彼は言った。ケニントン街で絵画と彫像を扱っているモース・ハドソンの店でした。店員がちょっとの間、 店の前を離れた時、ガチャンという音が聞こえ、急いで戻ると、カウンターの上にいくつかの美術品と一緒に立っていた石膏でできたナポレオンの胸像が粉々の破片になっていたのです。店員は道路へ飛び出しましたが、数人の通行人が店から走り出る男に気がついたと断言したとはいえ、彼には誰も見えなかったし、 そのならず者を見分ける方法も見つかりませんでした。まあ、時々起きる非常識な乱暴行為だろうと思われ、パトロール中の巡査にそのように報告されました。その石膏像はせいぜい数シリングのものですし、事件全体が幼稚すぎて特別に調査するには当たらないように見えました。しかし第二の事件はより重大で、しかもより奇妙でした。 昨日の晩起きたばかりです。ケニントン街のモースハドソンの店から数百ヤードのところに、テムズの南側で最も繁盛している開業医の一人、有名なバーニコット博士が住んでいます。住居と主要な診察室はケニントン街ですが、2マイル離れたロワーブリクストン街に文院と医務室があります。このバーニコット博士が、 熱狂的なナポレオンの崇拝者で彼の家はフランス皇帝に関する書物絵画記念品でいっぱいですだいぶ前に彼はモースハドソンからフランスの彫刻家ルビヌによる有名なナポレオンの頭部の石膏像の複製を二つ買いましたこのうちの一つを彼はケニントン街の家の玄関にもう一つを ロワーブリクストン街の委員のマントルピースの上に置きました。さて、今朝バーニコット博士が降りてきますと、驚いたことに夜の間に家に押し入られていまして、ところが玄関の石膏の闘像のほか何も取られていないことがわかりました。それは持ち出されて庭の塀に激しく打ち付けられ、その下のあたりにバラバラになった破片が発見されました。 ホームズは手をこすり合わせた。これは確かに非常に奇妙だ。あなたが喜ぶと思いましたよ。ですが、まだ終わりじゃないんです。バーニコット博士は12時に分院に行くことになっていましたが、そこについて夜中に窓が開けられ、部屋中に二つ目の胸像の破片が散らばっているのを見つけた時の彼の驚きは想像がつきましょう。 それはあった場所でコナミ人に砕かれていました。どちらの場合もこんな悪さをした犯罪者なり精神異常者なりに関する手がかりを与える痕跡は全くありませんでした。さあ、ホームズさん、事実はこれだけです。怪奇と言えないまでも奇妙だね、とホームズは言った。ちょっと聞きたいんだが、 バーニコット博士の部屋の二つの砕かれた胸像はモース・ハドソンの店で壊されたものと全く同じ複製かね同じ型から取ったものです。そのような事実は壊した男がナポレオン全般に対する憎しみに動かされているという仮説には不利にならざるを得ないね。偉大な皇帝の彫像がロンドンに何百とあるに違いないことを考えると 無差別の偶像破壊者が手始めとしたサンーがたまたま同じ胸像だったなどという偶然の一致はとても信じられないな。ですなあ私もそのように考えましたとレストレードは言った他方ロンドンのあの辺りで胸像を提供しているといえばこのモンス・ハドソンなのですがだいぶ前から店に置いていたのはこの3つだけだったのです。そうなると、 おっしゃるように、ロンドンに彫像が何百あるとしても、あの地区にはこの三つだけだった、ということは大いにあり得ます。従って地元の共振者がそれから取り掛かったのでしょう。どう思いますワトソン博士。変質教はどこまで行くかわからないからね、と私は答えた。現代フランスの心理学者が固定観念と呼ぶ状態があってね、性格上些細なものかもしれないし、 また同時に他のあらゆる点で完全に正常なんだ。ナポレオンのことを本で読みすぎたか、あるいは戦争で一族のこむった傷を代々受け継いでいる男なら、そういう固定観念を形成することも考えられるし、その影響でどんな途方もない乱暴もしかねないな。それではダメだよ、ワトソン君ホームズは首を振り振り言った。どんなに固定観念が強くても、 君の興味深い変質教は鏡像がどこにあるのか見つけ出せないだろうよ。では君はどう説明するんだやってみようと思わないよ。僕はただこの紳士の風変わりな行動にはある種の法則があるということだけ言っておきたいな。例えばバーニコット博士の玄関だ。そこでは音が家族の目を覚まさせるかもしれない。鏡像は壊す前に外に持ち出された。 しかるに分院だ。そこではびっくりさせる危険は少ない。それで会った場所で打ち砕かれた。事件はバカバカしいぐらいつまらないものに見えるけれども、僕はどんなものでもつまらないとはあえて言わないね。よく考えてみると、僕の扱った極めて重要な事件にも、はじめはちっとも有望じゃないものがあったからね。覚えてるだろう、ワトソン。 アバネティ家の恐ろしい事件も、はじめは暑い日にバターの中に沈んだパセリの深さが僕の注意を引いたんじゃないか。だからね、レストレード。君の三つの壊れた胸像に僕はとてもじゃないが笑っていられないし、この一連の奇妙な出来事に何か新たな進展があったら聞かせてもらえると非常にありがたいんだがね。 我が友が求めた進展はことのほか早く、想像を遥かに超えた悲劇として訪れた。翌朝、私がまだ寝室で身支度をしていると、ドアを叩く音がして、電報を手にホームズが入ってきた。彼はそれを音読した。すぐ来い、ケンジントン、ピット街131、レストレード。なんだね、ところで。私が尋ねた。わからないね、何にしろ。 だが、彫像の話の続編じゃないかと思うんだ。だとすると、友達の像の破壊屋は、ロンドンの別の方角で活動を開始したわけだ。テーブルにコーヒーがあるからね、ワトソン。僕は玄関で馬車だ。30分のうちに到着したピット街は、ロンドンでも最も活発な往来の一つのすぐ裏にある閑静な横丁だった。131番は一様に平たいまずまずの、 全くロマンチックなところのない屋波の一つだった。近づいて私たちは、その家の前の柵のところに、物見高い群衆が並んでいるのを見つけた。ホームズは口笛を吹いた。おやおや、少なくとも殺人未遂だな。そうでもなけりゃ、ロンドンの配達人は立ち止まるまい。あの男の猫座から伸ばした首を見ると、これは暴力行為だ。どうしたんだろう、これはワトソン。 一番上の段は洗い流されていて、他は乾いている。まあいい、まあいい。レストレードが正面の窓にいる。すぐ、そのことはわかるだろう。公の探偵は非常に真面目な顔で私たちを迎え、居間に案内した。よれよれのフランネルの部屋着をつけ、すっかり動揺してボサボサ頭の初老の男が、行ったり来たり歩き回っていた。 この人はこの家の持ち主で、セントラルプレスシンジケートのホレス・ハーカー氏であると紹介された。またまたナポレオンの共造事件です、とレストレードが言った。昨日の晩あなたが興味を持たれたようなので、ホームズさん。ことが非常に重大な展開を見せた以上、多分喜んで参加されるだろうと思いましてね。というとどんな展開を見せたね殺人です。 ハーカーさん、こちらのお二人に何が起きたか正確に話していただけますか部屋着の男はひどく憂鬱な顔で私たちの方へ向き直った。驚いたことに彼は言った。人生ずっと人様のことを取材してきて、今度は偉いニュースがそっちの方から私のところへやってきたというのに、すっかり途方に暮れちまって一つも文が書けないんです。記者としてここに来たとしたら、 私は自分自身を取材して、どの勇敢にも二段乗るところなんですが、実際はといえば、次から次へいろんな人に繰り返し話をして、貴重な新聞種を提供しているのに、自分では一つもそれを使えないんです。しかしあなたのお名前は伺ってますよ、シャーロック・ホームズさん。あなたがこの妙な事件を説明してくださるなら、それだけで私としては、わざわざお話しする会があるというものです。 ホームズは座って耳を傾けた。何もかも4ヶ月ほど前にこの部屋にと買ったあのナポレオンの胸像を中心に回っているらしいですね。ハイストリート駅から2軒先のハーディング・ブラザーズで安く買ったものです。私はジャーナリストとしての仕事を夜たくさんやりますし、朝まで書くこともよくあります。そこで今日のことです。 私は家の最上階の裏手にある仕事部屋に座っていました。3時頃、確かに下で音がしました。耳を澄ましましたが、それきり聞こえず、結局、外からだったのだと思いました。その後突然、5分後ぐらいでしたが、ひどく恐ろしい叫び声が聞こえました。いや、ホームズさん。生まれてこの方、聞いたこともない、ものすごい声でした。生きている限り、耳の中で鳴り響くでしょう。 私は一分か二分恐怖に凍りついて座っていました。それから私はひかき棒を掴んで下へ降りました。この部屋に入ってみると窓が大きく開いておりすぐに私は胸像がマントルピースから消えているのに気がつきました。どんな泥棒にしろあんなものをなぜ取っていくのか私には理解できません。ただの石膏像で実質的な価値は何もないですからね。 見ればわかりますが、誰にしろ、あの開いた窓から出たら、足を伸ばせば正面戸口の段に届きます。泥棒もそれをやったのは明らかで、それで私は戸口へ回って開けました。暗闇に踏み出した私は、危うくそこに横たわっている死んだ男に倒れかかるところでした。私が明かりを取り、走って戻ると、 かわいそうに男は喉にひどい深手を負い、あたり一面血があふれ出していました。男は仰向けに倒れ、膝を立て、口は気味悪く開いていました。きっと夢に見ますよ。ちょうど警笛を吹くだけの間はあったのですが、それから気絶したに違いありません。というのは、あとは何もわからず、気がつくと玄関ホールに警官が立って、私を見下ろしていたのです。それで、 殺された男は何者でしたとホームズが尋ねた。何者かを示すものはありませんでした。とレストレードは言った。死体は死体置き場で見られますが、それについては今のところ何もわかっていません。背の高い男で日焼けしていて非常に強そうで30は超えてませんね。身なりは貧しいけれども労働者には見えません。絵が角製の折りたたみナイフが 男のそばの血の海の中にありました。それが犯行の凶器なのか、それとも死んだ男のものなのかわかりません。衣類に名前はなく、ポケットにあったのはリンゴ、何かの紐、1シリングのロンドンの地図、写真が1枚です。ほら、これです。それは明らかに小さなカメラで撮ったスナップ写真だった。それが映し出したものは貧瘍で、 鋭い顔立ちの猿に似た男で、眉毛が濃く、顔の下半分はヒヒの鼻面のように、とても妙な具合に突き出ていた。それで胸像はどうなったこの写真を注意深く調べた後、ホームズが訪ねた。ちょうどあなたの来る前に情報がありました。カムデンハウス街の空き家の前庭で発見されました。バラバラに壊されていましたよ。 今から見に行こうとしているところです。行きますかもちろん。まあ、一つ見に行かなくてはなるまい。彼は絨毯と窓を調査した。これは非常に足が長いか、非常に機敏な男だね、と彼は言った。下に勝手口があるから、あの窓の出っ張りに届いた上、窓を開けるのは波の技じゃない。戻るのは比較的優しいが、 僕たちと共造の残骸を見に行きますかハーカーさん。悲嘆に暮れるジャーナリストは書き物机に座った。私は何とかこいつを物にしなければなりません。彼は言った。もっとも詳細の載った勇敢の第一版がもう出ているのは疑いないですが。なんてついてないんでしょう。ドンカスターでスタンドが倒れたのはいつか覚えていますか なんと私がスタンドにいた唯一の記者なのに記事が載らなかったのはうちの新聞だけなんです。っていうのはひどく動転してしまって書けなかったんですからね。そして今度は自分地の戸口で起こった殺人で手遅れになろうとしているとは。フールスキャップに彼がペンを走らせる鋭い音を聞きながら私たちは部屋を後にした。 胸像の破片が発見されたのは、ほんの数百ヤード離れた場所だった。未知の男の心に、そのような狂気と破壊をこととする憎しみを引き起こしたらしい、この偉大な工程を表現したものに、初めて私たちは目を向けた。それは芝生の上に粉々の破片になって散らばっていた。ホームズはいくつか破片を拾い上げて、注意深く調べた。その真剣な顔、 揺るぎない態度から、ついに彼が手がかりに近づいていることを私は確信した。それでとレストレードが尋ねた。ホームズは肩をすくめた。まだまだ先は長いね、と彼は言った。それでも、それでもだね。僕たちは行動の指針となる暗示的な事実をいくつか握っている。このつまらない胸像を手に入れることは、 このおかしな犯人の目から見て、人の命より価値がある。その点が一つ。それから、壊すことだけが唯一の目的だとすると、家の中で、あるいは家のすぐ外で壊さなかったという奇妙な事実もある。あのもう一人の男と会って驚き、慌ててしまったんですよ。自分が何をしているのかよくわからなかったんです。まあ、ありそうなことだ。 だが、胸像が破壊された庭のあるこの家の位置に特段の注意を向けてほしいんだ。レストレードは辺りを見回した。空き家ですからな。邪魔されずに庭に入れると分かったんですな。うん。だが通りのもっと向こうにも一軒空き家があって、ここに着く前に通り過ぎたはずだよ。どうしてそこで壊さなかったんだろう だってそれを運んでいく一歩ごとに誰かと出会う危険が増すじゃないか。降参ですとレストレードは言った。ホームズは頭上の街灯を指さした。ここならやっていることが見えるが、あそこではダメだ。それが理由だ。全くだ。その通りですと刑事は言った。今から思えば、バーニコット博士の胸像は赤いランプから遠くないところで壊されていました。 では、ホームズさん。我々はその事実をどう扱うべきでしょう心に留めておくこと。ラベルをつけてね。後で関係あることにぶつかるかもしれない。さて、ここでどんな方策を取るつもりかな、レストレード。一番現実的なとっかかりは、私の意見では、死人の身元を明らかにすることでしょう。それは難しくないはずです。 あの男が誰で、仲間は誰かが分かれば、幸先よく、あの男が昨日の夜ピット街で何をしていたか、誰と会ってホレス・ハーカー氏の戸口で殺されたかが知れるはずです。そう思いませんか確かに。でも、僕の事件に取りかかる方法は少し違うな。では、あなたならどうしますかなああ、決して僕に左右されてはいけないよ。 君は君の線で行く。僕は僕の。というのはどうだい後で意見を交換できるし、互いに補い合えるだろう。結構です。とレストレードは言った。これからピット街に戻るなら、フレス・ハーカー氏に会うだろうね。代わりに彼に言ってくれたまえ。僕は判断を下した。昨日の夜彼の家にいたのは、ナポレオンになった妄想を抱いた危険な殺人狂に間違いないと。 彼が記事に役立つに違いないよ。レストレードは目を丸くした。そんなこと真面目に信じちゃおらんでしょう。ホームズがにっこりした。ホームズはにっこりした。僕がまあ、おそらくはね。だがきっとホレス・ハーカー氏とセントラルプレス・シンジケートの購読者には面白かろう。さあ、ワトソン。 思うに僕たちはこれから一日長くなかなか入り組んだ仕事をすることになりそうだよ。レストレード、今晩7時に都合をつけてベーカー街で会ってくれると嬉しいんだがね。それまでこの死んだ男のポケットで見つかった写真を預からしてほしいんだ。もしかして僕の一連の推理が正しいということになれば。 君に同行と手助けを願って、今晩ちょっとした遠征を企てなければならないかもしれない。それまではご機嫌よう。幸運を祈る。シャーロック・ホームズと私はハイストリートまで一緒に歩き、あの胸像の購入元ハーディング・ブラザーズの店で足を止めた。若い店員の話では、ハーディング氏は午後まで留守であり、 彼自身は新顔ということで何の情報も得られなかったホームズの顔には失望と苛立ちが見えたまあいいまあいい何でも思い通りにしようと期待しちゃいけないねワートソンと彼はようやく言った午後戻ってこなくてはいけないねハーディング氏がそれまではここにいないとなれば君もきっと見当をつけているだろうが僕は何とか これらの胸像の出所を突き止めようとしているんだ。その驚くべき運命の説明になる何か変わったことがないかどうか見つけるためにね。ケニントン街のモース・ハドソン氏のところへ行って問題に巧妙が投じられるかどうか確かめよう。絵画賞の店へと私たちは1時間馬車に乗った。ハドソン氏は赤ら顔に怒りっぽい態度の小柄でがっしりした男だった。 ええ、まさしくうちのカウンターで。何のために税金を払うのかわかりませんな。どこかのごろつきがやってきて、人んちの商品を壊すんでは。ええ、私ですよ。バーニコット博士に彫像を二つ売ったのは。ハレンチです。ニヒリストの陰謀。あたしゃそう思いますね。アナキストでなけりゃ、彫像を壊し始めたりしやしません。レッドリパブリカン。 あたしゃ、奴らをそう呼ぶんだ。誰から彫像を仕入れたかですってそれが何の関係があるかわかりませんがね。えーと、本当に知りたいんですな。ステップに、チャーチ街のゲルダー商会から手に入れました。業界では有名な商社でして。この道20年ですな。いくつ買ったか ?3 つ。2つと1つで3つでさ。バーニコット博士の2つと、 一つは白昼堂々、あたしんとこのカウンターでぶち壊されたやつです。その写真のを知っているかいや、知りませんな。いや、でも知ってる。なんだ、別っぽだ。あれはイタリア人の出来高払いの職人のようなもんで、店では役に立ちましたよ。彫刻もちょっとやるし、金メッキや枠入れもする。便利屋ですな。やつは先週出てったきり何も聞いちゃいません。いや、 奴がどこから来てどこへ行ったのか知りません。ここにいる間、奴に文句はありませんでした。奴が出て行ったのは、胸像が壊される二日前でしたな。まあ、モース・ハドソンから期待できるのは、せいぜいあんなところかな。と、店から出てホームズが言った。この別歩が、ケニントン、ケンジントン、双方の共通要素となったわけだから、10マイルのドライブも価値があったね。 今度はワトソン。共造そのものの仕入れ元、ステップニーのゲルダー紹介へ出発進行だ。そこで何か役立つことがなかったら驚きだよ。流行の先端ロンドン、ホテルの街ロンドン、劇場の街ロンドン、文学の街ロンドン、商業の街ロンドン、そして最後に海辺の街ロンドン、と目まぐるしく続くそれらの淵を通り抜け、 私たちがたどり着いたのは川岸の十万都市で、立ち並ぶ安アパートは園所の上、ヨーロッパののけ者たちの悪臭がしていた。ここ、かつて裕なロンドン商人の住居が並んでいた大通りに探していた彫刻の製作所があった。外側は大きな庭いっぱいの巨大な石像建築だった。内部は大きな部屋で、 50人の職人が彫刻したり型を作ったりしていた。支配人は大きなブロンドのドイツ人で、私たちを礼儀正しく迎え、ホームズの質問すべてに明確に答えた。彼の帳簿を参照し、ルビヌのナポレオンの大理石の頭部の複製から数百の型が取られたものの、1年ほど前にモース・ハドソンに発送された3つは6つセットの半分であり、 残りの三つはケンジントンのハーディング・ブラザーズに発送されていることが分かった。それらの六つが他の数百のものと異なるべき理由はなかった。誰かがそれらを壊したいと思う原因などあり得ないと彼は言った。そうした考えを馬鹿にして笑うほどだった。それらの卸売価格は六シリングだが、小売りは十二かそれ以上を取るはずだった。石膏の方は 顔の両面から二つに取り、それからこれら二つの石膏の横顔を接合して完成した胸像を作るのだった。作業はその部屋で普通イタリア人がやっていた。終わると胸像は乾かすために廊下のテーブルに置かれ、その後倉庫に入れるのだった。彼が私たちに話せるのはそれで全部だった。しかし写真を出してみせると。 それは支配人に驚くべき効果を引き起こした。その顔は怒りで赤くなり、ゲルマン民族の青い目の上の眉は寄せられた。ああ、あのゴロつき、と彼は叫んだ。ええ、全くよく知っていますとも。ここは常に立派な会社だったんですが、たった一度だけ警察を入れたのがこいつのことだったんです。もう一年以上になります。奴が、 通りで別のイタリア人をナイフで刺し、それから警察に追われて作業場に来て、ここで捕まったのです。ベッポという名前で。姓は聞いたことがありません。あんな顔の男を雇ったのだし、当然ですかな。しかし奴は職人としては良かった。最高と言ってもいい。この男はどんな刑に相手は生きていたし、一年で済みました。疑いなく、 奴はもう出ていますが、ここへはずうずしく顔を出したりしませんでした。ここに奴のいとこがいますから、多分居場所を教えられるでしょう。いやいや、ホームズが叫んだ。いとこには一言も、一言もしないようお願いします。ことは極めて重大だし、先に進めば進むほど重大になってくるように思えます。 あなたが元町で6つの石膏像の取引を参照された時に気づいたのですが、その日付は去年の6月3日でしたね。別府が逮捕された日付はお分かりでしょうか賃金の明細から大体のことはお教えできますよ。と支配人は答えた。そう。何度かページをめくった後、彼は続けた。5月20日に最後の賃金を払っています。ありがとう。 と、ホームズは言った。これ以上あなたにお時間を取らせ、忍耐を強いる必要はないと思います。私たちの調査について何も言ってくれるなという警告の言葉を最後に、私たちはもう一度顔を西に向けた。私たちがレストランで急いで昼食を取ることができたのは、午後もだいぶ遅くなってからだった。入り口のニュース広告は、賢人等の暴力、狂人による殺人とうい、 新聞の内容は、ホレス・ハーカー氏が記事を印刷に付したことを示していた。二段の欄は、出来事の一部始終に関する非常にセンセーショナルで華やかな表現で占められていた。ホームズはそれを役見立てに立てかけ、食べながら読んだ。一二度、彼はクスクス笑った。これは申し分ないよ、ワトソン。と彼は言った。聞きたまえ。幸いにも、 この事件に意見の相違はありえないことが分かった。最も老練な警察官の一人、レストレード氏及び著名な調査の専門家、シャーロック・ホームズ氏が、それぞれあのように悲惨な形で終わった一連の奇怪な出来事は、計画犯罪というより、むしろ狂気から発生したとの結論に達したのである。精神異常の他には、事実に当てはまる説明はあり得ない。 新聞というものはね、ワトソン。利用の仕方を知ってさえいれば、非常に役立つ期間なんだ。さあ、終わったのなら、ケンジントンに戻って、ハーディング・ブラザーズの支配人が、この件で何を言うか見てみよう。その大きな商店の創業者は、元気のいいテキパキとした小男で、小ざっぱりとして機敏。頭脳は明晰で、舌がよく回った。 ええ、私も勇敢のその記事はもう読みました。ホレス・ハーカーさんは私どものお客様です。あの共像は数ヶ月前にお届けしました。私どもではその種の共像を3つ、ステップニーのゲルダー紹介に注文しました。現在ではすべて売れています。誰におお、多分販売台帳を調べればお教えするのはお安いご用でしょう。ええ、ここに書いてあります。 一つはご存知、ハーカーさん。一つは、チズウィック、ラバーナル・ウェイル、ラバーナル・ロッチのジョサイア・ブラウンさん。一つは、リーディング、ロワー・グローブ街のサンドフォードさんですね。いえ、せっかく見せていただきましたが、この写真の顔は見たこともありません。これは忘れないでしょう。ねえ、こんなに見にくいのには滅多に出会うもんじゃないですから。イタリア人が勤めていないか ええ、婚員や掃除婦の中に何人かおります。その気になれば彼らにも販売台帳を覗き見ることはできたでしょう。いやはや、実に奇妙な事件ですね。調査の結果、何かお分かりになったらお知らせいただければと思います。ホームズはハーディング氏が証言する間、いくつかメモを取っていたが、事の成り行きにすっかり満足しているのが見て取れた。しかし彼は、 急がないとレストレードとの約束に遅れてしまうということのほか何も言わなかった。果たして私たちがベーカー街に着いた時、刑事はすでに来ていて恐ろしくイライラして行ったり来たり歩いているところだった。彼の偉そうにする様子から彼のその日の仕事が無駄ではなかったことが分かった。それで彼は尋ねた。運は向きましたか、ホームズさん。 非常に多忙な一日だったが、全く無益ではなかったよ、と友は説明した。氷も製造卸も調べてきた。今ではそれぞれの競争を最初から辿ることができる。競争、とレストレードは叫んだ。まあまあ、あなたにはあなたのやり方がありますからな、シャーロック・ホームズさん。それに対して言うことなど私にはありませんがね。 しかし私の方がいい仕事をしたと思いますよ。私は死人の身元を明らかにしましたよ。本当かいそして犯行の原因も発見しました。お見事。我々のところにサフランヒルとイタリア人街を専門にしている警部がいましてね。さてこの死んだ男ですが、首の周りにカトリックの気象をつけてまして、それと彼の襟ですね。 それを見て、私はあの男は南から来たと思いました。ヒル警部は一目見た瞬間に彼がわかりました。名前はピエトロ・ヴェルッチ。ナポリので、ロンドンでも名打手の人殺しの一人です。殺人によってその掟き手を守らせる、ご存知の秘密政治組織、マフィアと繋がりがあります。さあ、ことが明らかになりかけているのがわかりますね。 もう一人の男もおそらくイタリア人でマフィアのメンバーでしょう。男は何らかの意味でルールを破ってしまったのです。ピエトロは彼を追うように命じられた。おそらく彼のポケットで発見した写真がその男本人でしょうから、間違えてナイフで人を刺したのではないかもしれません。彼は男を尾行し、家に入るのを見、外で男を待ち、格闘になって彼の方が致命傷を受けた。 これでどうです、シャーロック・ホームズさん。ホームズは賛成の拍手をした。素晴らしいよ、レストレード。素晴らしい。と彼は叫んだ。だが、胸像を破壊した理由が君の説明ではよくわからないんだが。共像。あの胸像をどうしても頭から振り払えないんですね。結局のところ、あんなものは何でもありませんよ。ケチな窃盗最高で6ヶ月です。 私たちが本当に捜査しているのは殺人ですし、言っておきますが、あらゆる意図がこの手に集まっているところですよ。それで次の段階は非常に単純なものです。ヒルと共にイタリア人街まで行き、手持ちの写真の男を見つけ、殺人罪で逮捕してみせますよ。一緒に来ますかそうかなあ僕はもっと単純なやり方で、 単純なやり方で目的を達することができるんじゃないかと思うんだ。はっきりしたことは言えないよ。というのも、すべてがある要因に、うん、すべてが僕たちには全くどうしようもない要因に依存しているんでね。だが僕は大いに期待しているんだが、実際、厳密に2対1の賭けだからね。今夜僕たちと来れば、君がその男に足かせをはめる手伝いができるかもしれないよ。 イタリア人街でいや、チズウィックが男を発見する可能性が高い場所だと思うんだ。今夜僕と一緒にチズウィックへ行ってくれたらね、レストレード。明日は君と一緒に僕がイタリア人街へ行くと約束するし、そのぐらいの遅れは差し支えないだろうそれと、体のために数時間眠っておくと非常にいいと思うんだ。というのも、11時前に出発するつもりはないし、 朝までに戻れそうもないからね。一緒に食事をしようよ、レストレード。それから出発の時間まではソファーを自由に使ってくれたまえ。その間にワトソン、即達の配達を呼んでくれると嬉しいんだがね。手紙を出すんだが、すぐに送ることが重要なんだ。ホームズはその晩を物置の一つに押し込んである古い日刊新聞の閉じ込みを引っかき回して費やした。 やっと彼が降りてきたとき、彼の目には成功の喜びがあったが、調査の結果については私たちのどちらにも何も言わなかった。私個人としては、この入り組んだ事件の様々に屈曲したところをたどる彼の方法を一歩ずつ追ってきて、まだ私たちが到着するはずのゴールを近くすることはできなかったが、この異様な犯人が、 残っている二つの胸像を奪おうとすると、ホームズが予期していることははっきり理解したし、その二つのうちの一つが、チズウィックにあることも覚えていた。疑いなく、私たちの旅の目的は、現場で男を捕えることであり、無事に計画を続行できると、相手に吹き込むために、勇敢に誤った手がかりを差し挟んだ友の抜け目なさには感服するほかはなかった。 ホームズが私にリボルバーを持っていくべきだと提案したときも私は驚かなかった。彼自身はお気に入りの武器、鉛入りの狩猟用鞭を手に取った。四輪馬車が11時に戸口に着き、それに乗って私たちは浜アスミス橋の向こう側の地点まで行った。ここで漁車は待つように指示された。少し歩くと、 感性な道に沿って気持ちの良い家々がそれぞれの庭の中に立っていた。街灯の光で私たちはそのうちの一軒の門中の上のラバーナムビラの文字を読んだ。住人たちは明らかに床について休んでいるらしく、玄関のドアの上の明かり取りのほかは真っ暗で、それが庭の歩道にただ一つのぼんやりした縁を投じていた。 庭と道路を隔てる木の柵が、その内側に黒々とした影を落とし、ここに私たちは鏡込んだ。長く待つことになるんじゃないかと思うんだ、とホームズが囁いた。雨が降っていない幸運に感謝してもいいね。時間を潰すためにタバコをするような無謀な真似はできないと思うが、しかし僕たちの苦労に報いる何かを得る見込みは2対1だからね。 しかし私たちの寝ずの番は、ホームズが脅かしたほど長くはなく、全く突然奇妙な具合に終わった。一瞬のうちに来たことを私たちに警告するような音を少しも立てず、庭の門がスーッと開き、小柄な黒い姿が猿のように素早く機敏に庭の歩道を駆け寄った。私たちはそれがドアの上から投じられた光の向こうに走り去り、 背景の建物の黒い影に消えていくのを見た。長い間があり、その間私たちは息を凝らしていたが、それから非常に静かな騎士の音が私たちの耳に届いた。窓が開けられていた。音は闇、再び長い静寂が訪れた。男は家に侵入していた。私たちは突然部屋の中で暗室ランタンがひらめくのを見た。 どうやら探しているものがそこにはなかったらしく、再び別の、さらにまた別のブラインド越しに閃光が見えた。開いた窓のところへ行きましょう。はい出てきたところを捕まえるのです。とレストレードが囁いた。しかし、私たちが移動する前に男は再び現れた。男が薄明かりの中に出た時に、小脇に何か白いものを抱えているのが見えた。彼は、 こっそりと辺りを全体に見回した。人のいない静かな通りが彼を安心させた。男が私たちに背を向けて荷を下ろすと、次の瞬間鋭く叩く音が、続いてガチャガチャ騒々しい音がした。男は自分のしていることに熱心のあまり、芝ちを横切って忍び寄る私たちの足音を全く聞かなかった。 虎のような跳躍とともに、ホームズが男の背に乗り、一瞬の後、レストレードと私が男の両手首を掴み、手錠がしっかりかけられた。彼をひっくり返すと、もがき、怒り狂った行走で私たちを睨み上げる、醜い黄ばんだ顔が見え、実際に私たちが手に入れた写真の男であることが分かった。しかし、ホームズが注意を向けたのはこの囚人にではなかった。 彼は男が家から持ち出したものをせっせと極めて注意深く調べていた。それはその朝私たちが見たものと同様のナポレオンの胸像であり、同じようにバラバラに壊されていた。注意深くホームズは一つ一つの破片を光にかざしたが、他の粉々になった石膏のかけらと違うものは一つもなかった。ちょうど彼が検査を終えた時、 玄関の明かりがパッとつき、ドアが開き、シャツとズボンをつけたこの家の持ち主の陽気な丸々とした姿が現れた。ジョサイアブラウンさんですね、とホームズが言った。ええ、そしてあなたはきっとシャーロック・ホームズさんですね。あなたが即達便で送った手紙をもらって、おっしゃる通りにしましたよ。すべてのドアに内側から鍵をかけ、展開を待ちました。 さて、あなた方がごろつきを捕まえられて非常に嬉しいです。どうぞ皆さん、お入りになって、ちょっと軽食でも取っていただければと思うのですが。しかしレストレードはどうしても男を無事に書に入れたいと思い、それで数分のうちに私たちの馬車が呼ばれ、4人揃ってロンドンへの道中となった。一言も私たちの捕虜は話そうとしなかったが、 もじゃもじゃの髪の影から私たちを睨みつけ、一度など私の手に届きそうだと見るや、飢えた狼のようにそれに噛みついた。私たちは長々と警察署にいて、男の衣類の検査の結果、数シリングと絵に帯だしい新しい血痕のついた長い鞘入りナイフのほか何もなかったことを知った。いいんですよ、と別れ際にレストレードが言った。 ヒルはこういう連中は皆知っていますから、奴の名前を教えてくれるでしょう。結局、私のマフィアの仮説でちゃんとうまくいくことがわかりますよ。ですが、私は本当に感謝してますよ、ホームズさん。奴を捉えた手際のいいやり方には、まだすっかりはよくわからないんですが。説明するには時間が遅すぎるようだね、とホームズが言った。その上、 一に細かいところが片付いていないし、これは最後の最後までやり遂げる価値のある事件の一つだからね。もう一度明日の6時に僕の部屋へ寄ってくれれば、犯罪史上全く独創的なものとなる特徴をいくつか示しているこの事件全体の意味を、そして今となっても君が把握していないことを明らかにできると思うよ。いつか僕が許可して君が 僕のちょっとした問題をさらに年代記に加えるとしたら、ねえ、ワトソン。君がナポレオンの共像の奇妙な冒険の話で作品を賑やかにするのが見えるようだよ。翌日の晩、私たちが再び会った時、レストレードは私たちの囚人に関する情報をたくさん入手していた。名前はどうやら別歩で、性はわからなかった。 彼はイタリア人の町では有名なろくでなしだった。かつては腕のいい彫刻職人でまともに稼いでいたが邪悪な道に向かい、すでに二度も刑務所に入っていた。一度はケチな窃盗で、一度はすでに我々も知っているように同国人を刺して。英語は完璧に話せた。彼が胸像を破壊する理由はまだわからず、彼はその問題について、 いかなる質問にも答えるのを拒否したが、これら同一の共造はゲルダー商会の製造所で、この種の作業に従事していた彼自身の手で作られた可能性が高いことを警察は知った。その多くは私たちがすでに知っているこの情報の一部始終に、ホームズは礼儀正しく注意して聞いていたが、彼をよく知る私は彼の考えがどこかよそにあるとはっきり分かったし、 いつも彼が身につけている仮面の下に不安と期待の入り混じったものを見つけた。ついに彼は椅子の上でビクッとし、その目が輝いた。ベルが鳴っていた。一分後、私たちは階段に足音を聞き、白髪混じりの頬ひげのある年配の赤ら顔の男性が帳子入れられた。右手に持った旧式な旅行カバンを彼はテーブルの上に置いた。 シャーロック・ホームズさんはこちらに友はお辞儀をして微笑んだ。リーディングのサンドフォードさんですねと彼は言った。そうです。少し遅くなりましたでしょうか列車が思うようにならなくて。私の持っている胸像について手紙をくださいましたなその通りです。ここにお手紙を持っています。おっしゃってますね。ズビヌのナポレオンの複製を所有したいと望み、 あなたの所有になるものに対して10ポンド支払う用意がある。と、そうですね。間違いありません。私はあなたの手紙に非常に驚きました。というのも、どうして私がそんなものを持っていると分かったのか、想像もつかないからです。もちろん、驚かれたに違いないでしょうが、説明は非常に簡単です。ハーディングブラザーズのハーディングさんが、 最後の複製をあなたに売ったと言って、あなたの住所を教えてくれたのです。あ、そういうことだったんですか。私がいくら払ったかを聞きましたいいえ、聞きませんでした。ではですね、私はあまり金持ちではありませんが、正直な男ですから、私はその胸像に15シリングしか出していませんし、 私は十ドをあなたから受け取る前に、あなたがそれを知っておかれるべきだと思いまして。いや、本当に見上げた道義心ですね、サンドフォードさん。しかし僕はその根を指定したのですから、それを守るつもりです。ほう、実に気前のいいことですね、ホームズさん。私はあなたのお求めに応じて、ここへ胸像を持ってきました。さあ、これです。彼がカバンを開き、 ついに私たちは、すでに一度ならず破片を見てきたあの胸像の完全な見本がテーブルの上に置かれるのを見た。ホームズはポケットから紙を一枚取り出し、テーブルの上に十本土札を置いた。どうぞその紙にサインしてください、サンドフォードさん。こちらの証人の前で。単にあなたがこの胸像に持っていらしたありとあらゆる権利を僕に譲渡するというものです。 僕は貴重面な人間でしてね。だって後でどんなことになるか決してわかりませんからね。ありがとうサンドフォードさん。これはあなたの金です。ではご機嫌よう。客が見えなくなった後のシャーロック・ホームズの行動は私たちの注目を一心に引きつけるものだった。彼は初めに引き出しから白い綺麗な布を取り出しテーブルにかぶせた。それから 彼はその布の中央に手に入れたばかりの胸像を据えた。最後に彼は狩猟用鞭を取り、ナポレオンの頭のてっぺんに鋭い一撃を加えた。彫像はバラバラに壊れ、ホームズは夢中になってその粉々の残骸に鏡込んだ。次の瞬間、大きな勝利の叫びとともに彼が掲げた破片には、 プリンの中の星ぶどうのように丸くて黒っぽい物体がしっかりとくっついていた。諸君、彼が叫んだ、有名なボルジア家の黒真珠を紹介いたします。レストレードと私はしばらく無言で座っていたが、それから思わず衝動的によくできた芝居の山場を見た時のように、二人ともドッと拍手をした。 ホームズの青白い方がパッと赤く染まり、観客の称賛を浴びる優れた劇作家のように、彼は私たちにお辞儀をした。そんな時、一瞬彼は論理機会であることをやめ、簡単や喝采を愛する人間らしさを思わず見せるのだった。いつも大衆的な名声に軽蔑から背を向ける波外れた存在で打ち解けない性質だが、 友人の思わず知らずの教坦や称賛には深く感動することもあるのだった。そうです諸君、彼は言った。現存する世界で最も有名な真珠であり、幸運にもそれは機能的推理の連鎖により、失われたレイカーホテルのコロンナ王の寝室から、 このステップニーのゲルダー紹介で制作された6つのナポレオンの胸像の最後のものの内部に至るまで追跡されたのです。覚えているだろうレストレード。この高価な宝石の消失の引き起こした騒ぎと、ロンドン警察が取り戻そうとしたがトろうだったことを。この僕も事件のことで助言を求められたけれど、新たな巧妙を投ずることはできなかった。 疑いはイタリア人である王妃のメイドにかけられ、彼女にはロンドンに兄弟がいることが明らかになったが、そこに何らかの関係を突き止めることはできなかった。このメイドの名がルクレチア・ベヌッチで、あの二日前に殺されたピエトロが兄弟だったことを僕は確信しているよ。僕は古い新聞の閉じ込みで日付を調べ、 真珠の消失は別府の逮捕のちょうど二日前だったことを発見した。何か暴行罪での逮捕で、これらの胸像が作られていたちょうどその時に、ゲルダー紹介の工場で起こったことだった。今では君にも事件のつながりがはっきりわかるね。もっとも、もちろん僕の頭に浮かんだのとは、逆の順序で理解しているわけだが。別歩は真珠を持っていた。 彼はピエトロから盗んだのかもしれないし、ピエトロの共犯だったかもしれないし、ピエトロと彼の妹との仲立ちをしていたかもしれない。正しい答えがどれかは僕たちにとって重要ではない。主要な事実は彼がその真珠を持っていたこと、警察に追跡されていたその時、それを身につけていたことだ。彼は自分の働く工場へ向かったが、 この莫大な価値のあるお宝を隠すのに数分しかなく、できなければ身体検査をされた時彼から見つかってしまうことを知っていた。6つのナポレオンの石膏像が廊下で乾燥中だった。そのうち1つはまだ柔らかかった。腕のいい職人であるベッポはすぐに乾いていない石膏に小さな穴を開け、真珠を入れ、ちょっと触ってもう一度隙間を覆い隠した。 見事な隠し場所だった。とても誰かに発見できるものではない。しかし、別ポは懲役1年の判決を受け、その間に彼の6つの胸像はロンドンのあちこちに散らばった。どれに彼の宝物が入っているか彼には分からなかった。それらを壊して初めて確かめられることだった。振ったところで何もわかるまい。石膏は乾いていなかったので。 多分真珠はくっついただろうからね。事実そうだったね。別歩は諦めることなく、なかなかの総意と忍耐で捜索をやってのけた。彼はゲルダー紹介で働いているいとこを通して、胸像を買った小売店を見つけ出した。彼はどうにかモンスハドソンに就職し、そしてそのうちの三つを突き止めた。真珠はそこにはなかった。 それから誰かイタリア人の従業員の助けを借りて、残りの三つの共造の行方を見つけ出すことに成功した。一つ目はハーカーのとこだった。そこで彼は真珠の紛失は別歩のせいだと思っている共犯者に尾行され、その結果格闘中に相手を刺したのだ。あれが共犯者なら、なぜ彼の写真を持っていなくちゃならないのかね追跡する手段として、 彼のことを第三者に尋ねたいときにね。明白な理由じゃないか。さて殺人の後、別府は多分その行動を遅らすよりむしろ急ぐだろうと僕は推定した。彼は警察が彼の秘密を解くことを恐れ、従って先んじられる前にとことを急いだ。もちろん彼がハーカーの胸像の中に真珠を見つけていないとは言えなかった。 僕はそれがその真珠であるとはっきり結論を下してさえいなかったが、彼が何かを探していることは僕にとって明白だった。街灯の見下ろす庭で壊すためにそれを持って他の家を通り過ぎたのだからね。ハーカーの胸像は三つのうちの一つだから、その中に真珠のあった可能性に対するこちらの見込みは僕が言ったようにちょうど2対1だ。残った胸像は二つ。 彼がロンドンのものを先に選ぶのは明らかだった。第二の悲劇を避けるために家の人たちに警告し、僕たちは出かけ非常に満足な結果を得た。その時にはもちろん僕は僕たちの追っているのがボルジアの真珠であることをはっきりと知っていた。殺された男の名が一つの事件をもう一つのものと結びつけたのだ。ただ一つの胸像、リーディングのもの。 が残るるだけとななり真珠はそこにあるにあ違いない僕はそれを君たちの目の前で持ち主から買いそしてここにあるのだ私たちはしばらく黙って座っていたえー、っとですねレストレードが言ったあなたが多くの事件を扱うのを見てきましたがホームズさんこれは中でも一番見事な腕を見せられたんじゃないですか スコットランドヤードではあなたを妬んだりしません。そうですとも。私たちはあなたを大変誇りに思いますし、明日あなたがいらっしゃれば、最古んの警部から新入りの巡査まで一人残らず喜んで握手させていただきます。ありがとう。ホームズは言った。ありがとう。そして彼が顔を背けた時、私にはかつて見たことがないほど彼が 優しい人間的感情に動かされようとしているように見えた。一瞬の後、彼は冷たい現実的思索家に戻っていた。真珠を金庫に入れたまえ、ワトソン。彼は言った。それから、コンク・シングルトン文章偽造事件の書類を出してくれ。ごきげんよ、う、レストレード。何かちょっとした事件があったら、喜んでその解決に、僕にできればだけど、多少の助言はするからね。 このチャンネルは不思議猫招き動画をお届けしています。チャンネル登録と高評価お待ちしています。